手話通訳の資格を目指す方はぜひ知ってください。すごい。手話通訳の資格取得を目指せる群馬大学の手話講座、ね、大学生が学んでいる日本手話や手話通訳の授業を社会人も受けることができます。すごい。受講期間は2年半。オンラインでも開講しているため仕事と勉強の両立も可能、また授業の一部はオンデマンドでも公開、好きな時間に学ぶことができます。実は手話って私たちがイメージしているものよりですね、ずっと奥が深いんだそうです。そこでこちらのプログラムを受講すると手話通訳の資格も取得できるということなんですね。ということで、手話に関わる方へおすすめ、群馬大学の手話講座をご紹介します。群馬大学手話サポーター養成プロジェクト室室長の金澤先生と中野先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今回は中野先生に手話でお答えいただき、その手話を金澤先生に訳していただきます。はい。群馬大学さんで学べる手話というのは何かちょっと違うんですか？はい、手話というと、単語だけ覚えればいいっていうふうに思われがちなんですけれども、だから聞こえる人が手話を勉強するしようとすると、日本語の文に合わせて手話の単語をただただ並べればいいというふうに思われちゃうんですね。でもそうではないんです。ろう者が使っている手話、日本手話っていうんですけれども、これはきちっと細かな文法があるんです。そうなんだ。日本語と手話とは語順がまず違いますね。そして手の動きだけでもなくて、頭、顔の表情や頭や上体の動き、こういったものも必要になるんです。日本文と文法違うんですか、日本手話は？もう例えば日本手話の WH 疑問文を例に説明したいと思います、日本語の場合ですと WH 疑問詞、これは文をどこに置くかは比較的自由度があるんですよね。ですけれども手話の場合ですと最後に置くと決まっています。でこの最後に誰と表すとき、ここも WH 疑問詞を表すときに目が見開いて、そして首振りが行われるということ、これを同時に行う必要があるんです。群馬大学ではその日本手話を一からこう学べる講座があるということなんですよね。このプログラムなんですけれども、厚生労働省の手話方針、手話通訳者養成カリキュラムの基準を満たすことで、終了すると手話通訳者全国統一試験の受験資格も得られるんです。我々の講座は2年半で資格が得られます。2年半のですね、手話講座ってのはどうやって学んでいくんですか？まず1年生の授業なんですけれども、主体的な言語活動を通して文法もコミュニケーションも無理なく自然に身につけることがまずできます。そして手話通訳の授業なんですけれども、2年生から始まりまして、まずは翻訳、逐次通訳、そして同時通訳と進みまして、最後に実習で通訳を経験します。その手話講座を受けている学生さんにお話を聞きました。私は手話を学んで4年目です。4年。最初は全く分からなかったのに、あっという間にろうの先生と楽しくおしゃべりができるようになりました。表情すごい。昨年は群馬県手話通訳者試験に合格しました。嬉しい。学生 YouTuber として手話プログラムの広報も担当しています。群馬大学の授業は分かりやすくて楽しいのでおすすめです。ここからは群馬大学手話講座で日本手話の指導を担当している下島先生に加わっていただきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そしてですね、実は矢口さんが先ほど楽屋で日本手話を覚えてくれたんです。はい、よろしいですか？頑張ります。お願いします。はい。
いつも怒ってくれるんだけどな今日はダメみたい。中野先生、今のが日本手話なんですね。はい、そうなんです。これこそがろう者が使う日本手話なんですね。はい、群馬大学ではこの手話に関するメニューをいろいろ取り揃えておりまして、公開講座の形でやっております、好きなものを選んでもらうということもできるんです、もし興味がありましたらぜひ公開講座申し込んでください。なるほど。手話講座の内容また受講方法など詳しくはホームページをご覧ください。はい、ということでこちらいかがでしたか。群馬大学の手話講座英語大学。